売店とは、商品を売る店舗を指し、もっぱら商品売買を主目的としない、施設の一角に併設される店舗を故障する際に、使用する。ゆえに小規模なスペースの店舗である場合が多い。売店が置かれる施設には、公共施設が多い。施設にコンビニエンスストアを開設、営業する例や、近隣のコンビニエンスストアが施設と密着の形で、売店の役割をする例もある。 鉄道駅、空港、病院、工場、観光庁、学校、テーマパーク、学屋裏、また競技場に設置されている例も多く、取扱い商品などでそのほとんどが売店の発展型といえる部分もある。既存の売店をコンビニエンスストアに業態変更、または既存のコンビニエンスストアに統合する例もある。売店における 販売用新聞陳列の霊小学校の購買室売店と呼ばれる店舗では売店の置かれる施設利用者が必要とされる商品に特化して狭い空間に陳列し販売する。特にそのほとんどの売店では昼食等に利用してもらうために食料品や飲料が売られている。加えて施設内で唯一金銭の授受をする場所である理由から納入窓口としての役割を持つこともある。 なお、福利厚生目的の校内売店の場合、鹿より安く販売されている場合が多い。軍事基地内にある p x は、消費税や酒税などが免税となっている。以下に、特色のある販売商品を設置される施設ごとに列挙する。在来先進幹線マンチェスター方面に向かう、バージントリーン内には、コンビニエンスストアに匹敵する品揃えの車内売店がある。 英国の鉄道旅行を楽しもう。ロンドンナビ2017年2月4日閲覧。ありがとうございます。